アントニオ・パチェコ・マソーは、キューバの元野球選手。二塁手、遊撃手、右投げ右打ち。1980から1981シーズンから2001から2002シーズンまでキューバ国内リーグセリエ、ナショナルデベースボールの、アビスパスデ・サンティアーゴデ・クーバに所属。キューバ代表の首相を務め、オマール・リナレスや、オレステス・キンデランとクリーンナップを担った。 1983年のパンアメリカン競技大会から代表入りをして、以後2001年までの25の国際大会のうち11で打率4割以上を打つ。守備でも軽々としたフットワークから強い送球で走者を指すにる意趣。2002年のシーズン中、キンデランと共に社会人野球のシダックスに入団。 翌2003年から監督に就任した野村克也の指導の下で、キンデランとクリーンアップを打ち、チームの打撃の中核を担った。同年行われた第74回都市対抗野球大会では、準優勝に貢献したが、その翌月にアキレス腱を痛めて、シーズン後半は欠場を余儀なくされ、翌2004年も負傷の影響で前年ほどの活躍はできなかった。 同年限りで現役を引退、キューバに帰国。帰国後、2004から2005シーズンから2010から2011シーズンまで、アビスパスでサンティアーゴでキューバの監督として、チームを率いる。チームは2004から2005シーズン、2006から2007シーズン、2007から2008シーズンに、シリーズ優勝。2008年の北京オリンピックでは代表監督に、就任。 キューバを銀メダルに導いた。2011から2012シーズンにエンリケ・ステバン、ディアスによって破られるまで、通算最多安打記録を保持していた。打率、334出塁率、399超打率、525オプス、924853試合7045打数2356安打366に、 ルイダ633ルイダ741死七77経遠73子宮三球834三百284本ルイダ1304打点60盗塁44盗塁死ありがとうございます